どうもこんにちは、今日はね久しぶりに川に来ました。本当久しぶりのね外出動画になるんですけども、今回はね浄水ボトル、キャンプや登山、あと釣りに行ったりとかするとですね、こういった山の水や川の水、飲みたくなることあると思うんですが、この水飲んでいいのかなとか、この水飲んでも大丈夫かなということが、結構あったりすると思います。水を吸い込んでこのボトルの中できれいにして飲めるようにしてくれるというものなんですけども、特徴としてはですね、このボトル自体に飲み口がついてますので、きれいな水をですねそのまま飲むことができるようになってます。それではですね、このボトルのご紹介していきたいと思うんですが、まずここをですね回してロックしたり、ロックを解除したりすることができるようになってます。でこちらですね、こちらには、ちょっとフィルターがついてまして、これを外した状態で川の水に入れるということになります。でこれを開けるとですね、ここにフィルターが入ってるんですが、これですね、この2種類フィルターがありまして、2種類のフィルターを組み合わせてこの中に入れると、でまた蓋をします。でこれでセットは OK で、反対側のこちらがですねポンプになってまして、これを引いて水を吸い上げるという形になっております。でここがね飲み口なんですが、これは単純にゴムで栓がしてあるので、外して飲むと、で飲まないときは蓋をしておくという感じになってます。じゃあ早速ですね浄水してみようと思います。まずこの底のキャップを外して、20回ぐらい行ってみましょうかね。よいしょ、今ねこの辺ぐらいまで溜まってます。結構溜まるもんですね。じゃあこれをねとりあえず飲んでみましょうか。初めての浄水ボトルですが、いただきます。うまい、普通にうまい。それではですね浄水実験してみたいと思います。こちらの方はですね土でちょっと汚した水となってます。わざとね汚してみたんですが、どうかな。よし、だいぶ綺麗になってますね。だいぶ綺麗になってるが、わかるかな。さすがにねここが結構詰まりやすいみたいです。ちょっとここ詰まってるのわかりますかね。こんな感じで、そんだけねやっぱ吸い取られて、浄水されてるってことだと思うんですが、もうちょっとやってみましょうかね。すごい綺麗な水になってやっぱり出てきます。無色透明ですね。いい具合です。映ればいいんだけど、これが今浄水したやつですね。浄水したやつなので、普通に飲むことも可能です。さあ次にですね、よくあるシチュエーションだと思うんですが、こんな感じで水は見えてるんだけど手が届かないというシチュエーションがあったりすると思います。そういう時はですねこういったね延長アダプターが付属しているので、この吸い込み口を外して、こちらですね、このアダプターを差し込みます。で、こちらですね、こちらの吸い込み口の方、川の中に落とします。
で、あとは同じように吸っていくだけなんですが、うん、このように水が入ります。もう一回やってみましょうか。今空の状態です。はい、これで水が吸えたので、この中に水が入ってます。で、この水は当然飲むことができると。うん、これは便利ですよ。さあ、今日はですね、メスティン持ってきました。メスティン持ってきたんで、久しぶりのね、ラーツ行きましょう。ラーツ、水を400か。水を400。よいしょ。最近ね、よく食べてるんですけど、これ棒ラーメン。今日は棒ラーメン行ってみます。今日のこのメスティンはですね、1000ミリリットルのものです。まあ、なんかもうちょっとね、ちっちゃいやつでもいいかなと思ったんですけど、多分これぐらいがいいんじゃないかな。ああ、ぴったりっぽいですね。ちょっと長さが長いけど、まあまあいいぐらいじゃないでしょうか。メスティンはですね、スケーターさんと一緒に作った、カラーメスティン、カラーメスティンの 1000ml で今回はラーメンを作ってみようと思います。これぐらいがいいのかもな。この棒ラーメンはね、茹でる時間が2分間ってことなんで、まあ、結構、うん、早めに食べれるっていうのと、山屋さんがね、よく食べるっていうだけあって、コンパクトになるからいいですよね。さあ、これでスープを入れて、まあ、注意事項なんですけど、こういったね、ゴミはね、絶対持って帰りましょう。持って帰らない人はやる資格なしということなので、ここはね、絶対持って帰ってほしい。よいしょ。あ、いたたたたた。ほんで今日はですね、これだけじゃちょっと味気ないなと思って、具を買ってきました。3点セット。あんまりね、美味しいもんじゃないんですけど、まあ、でもないよりかはね、なんか贅沢な気分になれるから、今日はこれを使っていきましょう。まず卵、熱っ。メンマを入れて、チャーシューですね、チャーシューを加えたら、ちょっと贅沢な感じになりませんか、これ。よいしょ。できた。で、今ですね、ついついできたと言ってしまいましたが、まだできてないんですよね、これ。今日はね、ちょっとさらにね、ここから贅沢にいこうということで、これ持ってきました。最近ハマってるやみつきニンニク背脂。これをね、入れるとね、いや、もうドッカーンとくるんですよ。誰とも合わないから、ちょっと多めに入れよう。これね、作った人すげえなと思う。なんかね、僕はラーメンに入れるんですけど、これチャーハンにやっても美味しいらしいです。ツイッターでそういった話を聞いたんで、もし気になる方はですね、ぜひ買ってみて
チャーハンとかにも使ってみてはどうでしょうか。さあ、できましたよ。ああ、うめえ。うま。ということで今回は山の水も川の水も汚れた水もきれいに浄化してくれるポータブル浄水ボトル、こちらをご紹介してみました。現在ですね、幕開けでクラウドファンディング中とのことですので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは